皆さん、こんにちは。今日の動画では、元ヤクザが多く就業する職業5選を紹介します。驚くこと間違いなしの内容となっておりますので、最後までお見逃しなく。一つ目、警備関連の仕事。元ヤクザが警備関連の仕事を選ぶことには、明確な理由があります。ヤクザの生活は、日常的に身体能力や、危機管理能力が求められるものでした。その経験が、警備関連の仕事との相性を良くしています。また、元ヤクザとしての過去を隠さず、新たな職業に就く際に、身元を明らかにしても、受け入れられる職種として、警備関連の仕事が選ばれることが多いのです。例えば、大型イベントの警備では、予期せぬトラブルや、混乱の発生を防ぐための素早い判断や、行動が求められます。元ヤクザの経験が、生かされる場面は多いです。実際に、ある元ヤクザが、主催するイベントの警備を担当した際、酔っ払いのトラブルが発生しました。しかし彼の機転と冷静な対応によって、その場のトラブルは、すぐに収束しました。この事例からも、彼らの過去の経験が、どれほど警備業務に、有効であるかがわかります。警備関連の仕事には、スキルや経験が必要です。元ヤクザの多くが、そのスキルを持っていることが、彼らがこの分野に、多く就職する、大きな理由となっています。二つ目、建設業。建設業は、元ヤクザが新しい人生をスタートするための最適な場所である。元ヤクザが建設業に多いというのは、驚きの事実かもしれませんが、その背景には理由があります。建設業は、体力を要する仕事であり、ヤクザの日常生活においても、身体能力を鍛えることが求められるため、その点での適性が高いのです。また、ヤクザという背景を持つことの、ネガティブな側面を受け入れ、彼らの能力を最大限に、生かすことができる職種でもあります。例えば、ある元ヤクザの方は、建設業に就職した後、その強靭な体力と危機管理能力を生かし、高所作業や重機の操作などの特別なスキルを習得しました。その結果、彼は現場でのリーダー的存在となり、多くの若手から尊敬を受ける存在となりました。このように、彼らの経験やスキルが、建設業界においても大きな力となることが多いのです。建設業は、元ヤクザが新たな道を切り開くためのフィールドとして最適な選択であることが明らかです。3つ目、飲食業。飲食業は、元ヤクザが新しいキャリアとして選ぶ道の一つとして目立っている。飲食業の魅力は、企業のハードルが低いこと、人との関係を築く能力を活かせること、そして生活のリズムを自分でコントロールできることにあります。元ヤクザは、過去の経験から人との関係を築く能力に優れており、自らの店を持つことで、そのスキルを最大限に活かすことができるのです。例えば、東京都内にある某居酒屋のオーナーは、以前はヤクザとして活動していたといいます。彼はヤクザ時代の人脈や交渉力を活かし、店を成功に導いています。特に、旬の食材を良心的な価格で仕入れる能力や、トラブルが起こった際の危機管理能力は、他の飲食店オーナーからも羨望の眼差しを受けています。彼の店は地域の人々に愛され常に賑わっています。飲食業は元ヤクザが新しい人生をスタートさせる場として最適な選択の一つであることがわかります。彼らの過去の経験がこの業界での成功につながっているのです。4つ目、廃品回収やリサイクル業。廃品回収やリサイクル業は元ヤクザが新しい生活の土台を築く場として注目されている。廃品回収やリサイクル業は、物流や人間関係のネットワークが求められる業界である。元ヤクザが持っている経験やノウハウ、特に人との関係を深めるスキルが、この業界での成功に直結している。また、この業界は、独立してビジネスを始める際のハードルが比較的低く、起業しやすい側面も持っている。大阪にある中規模のリサイクル業者の社長は、過去にヤクザとしての生活をしていた。彼はその後、リサイクル業界に足を踏み入れ、独自のネットワークを活かして、急速に事業を拡大。特に、彼の会社は、家電や家具の回収を得意としており、地域住民からの信頼も厚い。ヤクザ時代の交渉力や、コネクションを活かし、良質な供給元を見つける能力が、彼のビジネスの成功を後押ししている。廃品回収や、リサイクル業は、元ヤクザがその経験を活かし、新たなキャリア、突き上げるためのフィールドとして、非常に適していると言えるでしょう。5つ目、タトゥーアーティスト。タトゥーアーティストの業界内には、元ヤクザが多く存在しており、
彼らは、その特異な背景を生かして、独自のアートを生み出している。タトゥーは、日本では昔から、ヤクザとの関連性が、強く取り上げられてきました。タトゥーには歴史や背景、ストーリーがあり、それを体に刻むことは、一種のメッセージ性を持つ。元ヤクザという、経歴を持つ者が、タトゥーアーティストとして活動する場合、彼らの過去の経験や、生き様がその作品に、反映されることが多い。このため、彼らの持つ深い背景やストーリーは、タトゥーのアートとしての質を、高める要因となっている。東京都内にある、タトゥースタジオのオーナーである A さんは、かつてヤクザとして活動していた。彼のタトゥー作品は、その生き様や、過去の経験をもとにした、独自のデザインが多い。特に、伝統的な和彫りと、モダンなアートを融合させた。彼のスタイルは、多くの客から評価されている。A さんはインタビューで、自分の過去の経験や、生き様をアートとして表現することで新しい自分を再確認することができると語っており、タトゥーアートを通じて過去と向き合っている様子が伺える。タトゥーアーティストという職業は、元ヤクザとしての背景を持つ者がその独自の視点や経験を生かし、深みのあるアートを生み出すことができるフィールドであることが確認できる。いかがでしたか？驚きのリアル。元ヤクザが多く就業する職業5つをご紹介しました。日常の中で意外と接点があるかもしれないこれらの職業、皆さんも周りの人を新しい目で見るきっかけになったのではないでしょうか。もし動画が気に入ったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。